ペニー・オレクシアクはカナダのスカーバロー出身の競泳選手。専門は自由型とバタフライ。2016年リオデジャネイロオリンピックでは2000年代に生まれた選手として初となる金メダルを獲得した。一度のオリンピックで4つのメダルを獲得した初めてのカナダ選手であり、100メートル自由型で優勝したことによりカナダ史上最年少の金メダリストともなった。 さらには100メートルバタフライで銀メダル 4X100 メートルフリーリレーを及び 4X200 メートルフリーリレーでも銅メダルを獲得した。2015年にオレクシアクは世界ジュニアで6つのメダルを獲得していた。2016年8月現在100メートル自由型と100メートルバタフライの世界ジュニア記録とカナダ記録を保持している。 15歳の時に樹立した世界ジュニア記録をオリンピックではさらに更新した。100メートル自由形では52秒70の到着で優勝したアメリカのシモーネ・マニュエルと共にオリンピック記録も有している。2000年6月13日、オンタリオ州トロント生まれ。近所のプールで水泳に慣れ親しむと9歳の時には父親に勧められて本格的に始めた。また、 体操とダンスも習っていた。最初、トロントにあるいくつかのスイミングクラブへの入門を試みたが、クラブが要求する基準を満たす泳ぎができずに、門前払いをくらった。結果として、ゲイリー・ノールデンが指導するトロントオリンピアン、競泳チームに受け入れられると、そこで基礎をみっちり仕込まれることになった。オレクシアクは、当時を振り返って、コーチは本当によく指導してくれたし、 私に多大な信頼を寄せてくれた。あのクラブに通っていなかったら今の私はなかったでしょうねと語っている。オレクシアクが最初にその潜在能力の高さを示したのは2015年の世界ジュニアで6個のメダルを獲得した時だった。その大会では 4X100 メートル混合フリーリレーで金、100メートル自由形と50メートル及び100メートルバタフライで銀。 4X100 メートル及び 4X200 メートルフリーリレーで銅をそれぞれ獲得した。次の目標はカナダナショナルチームの一員として2016年のリオデジャネイロオリンピック代表に選出されることだった。その選考会では100メートル自由形で世界ジュニア記録を樹立した。レース後には世界ジュニア記録を打ち立てたことは自分にとって本当に大きな出来事だったと語った。 この記録は、チャンタルバン・ランドゲームの持つカナダ記録をも上回ることになった。バン・ランドゲームは、オレクシアクと共に100メートル自由型と 4X100 メートルフリーリレーの代表となった。なお、オレクシアクは100メートルバタフライでもカナダ記録を樹立した。オレクシアクは、カナダ競泳代表として、リオデジャネイロオリンピックに参加した。競泳競技の初日には100メートルバタフライに、 出場すると予選でカナダ記録及び世界ジュニア記録となる56秒73を記録した。また 4X100 メートルフリーリレーではアンカーを務めた。他のメンバーはバン・ランドン・ム、テイラー・ラック、サンドリーヌ・メンビーユ及び予選のみ出場のミシェル・ウィリアムスだった。決勝ではアメリカ、オーストラリアに次いで3位に入り、この種目では ここ40年間でカナダとして初となるメダルを獲得した。レース後にオレクシアクはカナダがここまでやれるとは誰も予想していなかったでしょうけど私たちはやり遂げた。人々は私たちの活躍ぶりに驚いているでしょうねと語った。翌日には100メートルバタフライ決勝で素早く飛び出して前半の50メートルを3位でターンすると 彼女独特の力強い泳ぎにより2位でフィニッシュして銀メダルを獲得した。この決勝では世界ジュニア記録とカナダ記録をさらに更新した。オレクシアクはオリンピックの最初の2日間でそれぞれメダルを獲得した最初のカナダ選手となった。カナダに誇りをもたらして本当に幸せよ、とメダルを手にしながらオレクシアクは叫んだ。さらに観客席を見渡して 両親を見つけると、驚くようなことをやってのけて、最高の気分よと喜びを表現した。大会5日目に、オレクシ役は100メートル自由型の準決勝で、世界ジュニア記録となる52秒72を樹立するが、それは全体でも2位のタイムだった。さらに 4X200 メートル自由型リレーでは、アンカーを務めて、銅メダルを獲得した。他のメンバーは、ラック、 カトリーヌ・サバール、ブリタニー・マクリーンだった。オレクシアクがこのリレー種目で記録した1分54秒94は200メートル自由型でメダルを獲得した上位3名の記録に次ぐ速さだった。大会6日目に、オレクシアクは100メートル自由型決勝で52秒70のオリンピック記録で、シモーネ・マニュエルと共に同着の金メダルを獲得した。この優勝により、 カナダ史上最年少のオリンピック金メダリストとなった。夏季オリンピックの1大会で4つのメダルを獲得した最初のカナダ選手ともなった。冬季オリンピックを含めると2006年トリノオリンピック1大会で5つのメダルを獲得した心理クラス戦に次ぐ記録となった。さらには2000年以降に生まれた選手としてオリンピックの個人種目で 初めて金メダルを獲得した選手にもなった。リオデジャネイロオリンピック閉会式では騎士を務めることにもなった。なお、池江里花子とは同い年で、共に自由型とバタフライを専門にしており、リレーを含めて多種目をこなすという共通点がある。2015年の世界ジュニアでは50メートル及び100メートルバタフライで池江に負けて2位に終わっていたが、 1> ここ一年ですっかり立場が逆転して、リオデジャネイロオリンピックでは金メダルを含めてメダルを4つも獲得したことで7種目に出場しながら1つもメダルを取れなかった異形に大きな差をつけることとなった。オレクシアクは5人兄弟の末妹で兄弟の一人はアイスホッケーの NHL のダラススターズでディフェンスを務めるジェイミー・オレクシアク。他の家族も アスリートとしての資質を備えている。彼女の両親は元ランナーで、姉のヘリーはノースイースタン大学でボートの選手、兄のジェイクは大学でアイスホッケーの選手としてそれぞれ活躍している。オレクシアクはトロントにあるモナークパーク公立高等学校に通っている。飼い犬はアイスホッケーの選手であるヤロミール・ヤーガーの名を取ってヤーガーと名付けた。飼い猫の名は リオという。なお、オレクシアクの父親はニューヨーク州のバッファロー出身でもあることから、オレクシアク自身はアメリカとカナダ両方の市民権を有している。ありがとうございます。